この試合を心待ちにしているサポーターたちがスタンドに詰めかけています。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあご覧のようにゲームはすでに始まっております。まあゲームの序盤は相手にペースを作らせないことが重要になりますよね、はい、そのためには立ち上がりから積極的にチャレンジして自分たちのサッカーをすることをまず心がけることですよね、うん、なるほど。まず立ち上がりを迎えます。激しいボールの奪い合いです。テンシャオティン一気に前線にボールを送る。ウンゲン右サイドを振ってグラウンドを狙う。さあ右へ預けて裏を狙っていきます。ジルー来た、チャンスだ。ルーズボールになる。これを拾いたい。ボールを下げてリズムを作るか。サンチェスから右サイド、右サイドへ振って。ここまでのところどちらもまだシュート見られませんからね。両チームともスタート。ボールがつながる。シュート。エリアス。プレスからボールがこぼれる。このゲーム両チームここまでまだスコアレスの展開です。川島大きく前線へ。シモン・グスタフソンスペースを狙う。いいとこありますよ。シュート。主導権を握った形になりますけど、はい、まだまだ何が起こるか分かりませんよね。そうですね。スペースを狙った。いった。素晴らしい攻撃だったんですが、ここでホイッスル。決めれば同点というシーンでした。さあまずは最初の45分を終えました。アレガーとしては試合の中で少しずつ相手にペースを持っていかれてしまいましたよね。まあここで一旦途切れるわけですから、しっかりと立ち直して後半に挑んでいきたいですね。では引き続き試合をお楽しみください。さあ後半スタートです。
この後半の入り方って非常に重要であって、守備的に言ってしまえば点を取れない、けど取りに行かなければいけない、非常にその辺の、ね、バランスをどういうふうに崩していくかということが一番マネジメント能力、この辺が重要になってきますよね。大きく縦へ、ウーレイ、さあ右へ預けて、ボールが上がる、カウンターを仕掛けていきます。さあ左サイドへ、さあつながるか、シモン・グスタフソンからシュリー・ヤング、ガオリン、アウェー側としてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。来た、カオスも、いや、いい反応でしたね、北澤さん。いや、今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。この場面でスーパーセーブです。どうだ、裏を狙う、いや、いいボールだ。さあボールはジルーへ、いい展開ですね。上がる、ウーレイ、縦へのボール、アシュリー・ヤング、エリアスからアーチのようなパス、サイドへ振ってスルーパスを狙う、丁寧に足元を使う、ちょっと空きましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。ダメ押しボールとなるのか、ジルー、最後はキーパーとの勝負シーン、北澤さん、見事な駆け引きで勝利しましたね。そうですね、難しいプレーよりもこういった1対1のシーンを確実に決めることができるプレーヤーこそワールドクラスだと僕は思うんですよね。決めて当たり前の状況こそ相手キーパーがなぜか大きく見えるんですよね。まさにプレッシャーに負けない強靭なメンタルで押し込んだ1点ですよね。得点を重ね2対0という展開、ホーム側としては非常に大きな得点ですね、はい、無理に攻めていく必要がなくなってきますからね。そうですね、スルーパス、裏へ届くか、アウェー側としては先ほどからなかなかシュートまで行けてませんけどもね、そういう守り方をされてますよね。裏のスペースを狙う、このパスはキーパーへ、残念な結果となりました。北澤さん、試合の総括をお願いします。